今回は、日本車と欧州車に対する外国人の評価がテーマです。アメリカでは、日本車の販売シェアは、長らく4割ほどを維持していますが、巨大メーカーがひしめく欧州、EU での日本車の販売シェアは 12% 前後。日本での欧州車の販売シェアも 7% 前後とそう高くないので、それぞれの地域では、程よい距離感を保った好敵手といったところでしょうか。様々な面で比較されることも少なくない日本製と欧州製の自動車ですが、英国の大手自動車雑誌が、日本車と欧州車、どちらがより優れているのか、という直球な質問を読者に問いかけています。様々な意見が寄せられていましたので、その一部をご覧ください。